はい。皆さんどうもこんにちは。ロワイドです。今回は、コネタッシュシリーズみたいな感じですけど、えー、CSS で Wi-Fi を作ってみようというテーマで、サクッとした感じでね、お届けしていこうと思います。よろしくお願いします。HTML の部分は、えー、DIV 要素一つだけ置いています。でね、一応、クラス名 Wi-Fi というクラスを付けています。では、CSS で Wi-Fi マークを作っていきましょう。Wi-Fi。Fi? で大きさですが、ここでは見やすくするために300ピクセルでね、えー、作っていきます。割と大きめですけどね。はい、300ピクセル、300ピクセル。で、えー、バックグラウンドイメージを使って今回ね、Wi-Fi マークを作っていくんですが、疑似要素に対して、えー、それを使っていきたいので、親要素に関してはですね、えー、ポジションの指定のみをしておきます。リーラーティブ。バックグラウンドカラーとかはね、今のところ指定しません。では、えー、 似要素を追加していきます Wi-Fi before でコンテント空白のコンテント入れてあとはポジションがアブソリュートですねアブソリュートで重ねていきますで with 数とハイと 幅と高さは親要素と全く同じにしておきます。まあ、なので100%とかでもいいですけどね。で、えー、ここからが肝というかポイントです。バックグラウンドイメージを指定していきますが、今回使うのは、えっ、ー、と、リピーティングラディアルグラディエントを使っていきます。で、色はどうしようかな。どっ、どっ、じゃ、どっ、 何て読むんですかね <laughs> ブルーあ。この色を使っていこうと思います。読めない割に僕結構この色を使うんですけどね。えー、10%で、えー、ホワイト10%でホワイト20%というふうにすれば、えー、このようにですね、何、えー、て言うのかなぐるぐるした <laughs> え繰り返しのね まあ、グ,ラディエグラデーションになっていないえ水、水玉じゃないな、何もよって言うんだろう、まあ,あの <laughs> 円が重なっているような等間隔で円が並んでいるようなね、背景色にすることができます。はい、で、これでですね、あのー、ほ,ぼほぼほぼ準備は完了なんですが、ちょっとね、邪魔な部分が見えてしまっているので、この今、クリック、マウスカーソルでなぞっている 四方のね、ところはいらないんですよ。後々邪魔になるので、クリップパスでね、えー、切り抜いておきます。クリップ、パス、サークル。でね、辺上に切り抜いておきます。はい。で、あとはですね、親要素の方で Wi-Fi マークに見えるように、えー、クリップパスでね、切り抜いてあげれば完成です。クリップ、パス、えー、ポリゴン。で、切り抜いていきましょう。 えー、10%0% の 90%0% の 50%50%、えー、50でいい感じになるのではないかなと思います。はい。というわけでできました。<laughs> これにて完成です。 はい、といとうわけで今回は小ネタシリーズということでサクッと終わりましたがいかがだったでしょうかこういった w i f i マークに限らずまあ大抵のものはねいられとかフォトショーで作って画像として貼り付けた方が楽なんじゃないのと、えー、いう場面が多いですがまあそれでもね、えー、遊びとして CSS でこうやって表現してみるっていうのもなかなか楽しいんじゃないかなと個人的には思います <laughs> はいというわけでここまで見てくださった皆さん本当にありがとうございましたそれではまた次回の動画でお会いしましょう さようなら。